はい、こんにちは。レクセン任工士の矢島です。本日令和6年度の、ね、予備試験の論文試験の分析会ということで、ね、やらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。でレジュメ全部で2冊ありまして、で1つがですね、タイトルとしては令和6年度予備試験論文試験分析会行政法で、こちらはレックのスタッフさんが作ったものになります。でもう1つがこちらの、ね、令和6年度予備試験論文試験、タイトル一緒なんですけど、この下の、ね、行政法行使レジュメってやつが、これが私の方が作ったもので、で両方使ってやってきますので、よろしくお願いします。でまずね、こちらのね、それぞれ1ページのところをちょっと開けといてもらいましょうか。1ページのところで、こちらのね、レックの方のレジュメの1ページのところは、まず問題文が始まってますね。で私のレジュメのですね、1ページのところはちょっとこのね、今回の分析会の趣旨を書いてあります。でちょっとこちらの方先ね、私の講師レジュメの方を先にちょっと見ていただきまして、でこのまず初めにっていうね、ブロック、一番上のブロックのところですけれども、こちら今回ね、ある程度これ時期がちょっと遅いので、結構インターネットで、この予備試験のね、なんか回答例みたいので、結構予備試験各予備校が結構無料で上げてるんですよ。で、この時期にだからそういう状態でやるんだったら、どういうことをこうやるとね、皆さんの、ためになるのかって考えた時に、こういった問題を解くのに、必要な基本知識ね、そこのところをちょっとご紹介をして、でそういった知識をこうどうやって使えば、こういった本番の試験の、ね、質にこう対応できるのかっていう観点からお話をしていきたいと思いますね。その方が今度皆さんがね、初めて受けられる試験に対応するっていう面ではいいんじゃないかと思いますので、そんな感じでやっていきます。でレジュメは一応このレックの方で回答例ついてるんで、レックの方のね、そちらの方も使って、でちょっと足らないところを私のレジュメやその口頭で補っていくというようなことをやっていきたいと思ってますね。でこちらね、でその今の私の講師レジュメの1ページ目のね、この1個目のブロックの初めにっていうのが、大体私が今喋ったような感じのことを言いたくて書いてあるんですね。で2個目のブロックなんですが、こちらの講師レジュメね、結構私こうやってメモを後からこう入れてるんですけれども、でこれ画面にこう映ってると思うんですが、これ後でね、画面に映ってるこの私のメモは清書をしまして、で翌日ですね、今日2024年の、10月の20日なんですけども、翌日にレックの本社の方にこれ清書したレジュメを、渡して、でそれをまたウェブアップしてもらおうと思ってますので、なので、この画面あんまり気にしなくていいんじゃないかなというのを思ってますね。こう話しきながら多分メモ取るっていうふうにやっちゃうと、話の内容に集中できなくなってしまいますのでね、口で喋ってることはまずしっかり理解をしてもらったらいいんじゃないかというふうに思ってます。というわけで画面の、あまりメモは、ね、気にしないで大丈夫ですので、さてではね、まずね、問題文、自分が受験生だったらっていう話なんですけど、まず本番の試験でね、この問題文をまずこう見たら、設問の結論部分を見るんですね。でそこで問題文の方はちょっととりあえずレックのレジュメ使っていきましょうか。レックのレジュメの方で、そうすると1ページと2ページ3ページのところが問題文になっております。でその設問の結論部分のところがですね、レックのレジュメの、ね、2ページのところに設問の結論部分がありますので、ちょっとそちらを見てください。でそれで、ね、テーマを掴んじゃうんですよね。今回何聞かれてるのかっていうんで、設問の結論部分のところを見てテーマを掴んで、でそれで問題文の本体の方を見るとね、その何が大事な事実なのかっていうのが、ある程度こう目星つけられるんで、効率よく問題文読めるんです。でそこで設問のまず、ね、1ですけど、X は本件訴訟1における原告適格についてどのような主張すべきか検討しなさいということでね、でそうすると原告適格聞かれてるっていうのが分かるから、それで基本知識がちゃんと入っていることが前提ですけど、やっぱそのポイントになるようなところっていうのが読み取りやすくなってくると思いますね。法律上保護された利益っていうのをいろいろ処分の根拠放棄から読み取っていかないといけないんですけど、どういう非侵害利益がね、原告さんがある処分によってこう侵害される利益をね、主張していくのかっていうか、ことが大事になってくると思うんだけど、そういう観点からこう見てくると思うんですよ。そして今度設問にの結論部分ですけども、X が本件訴訟1における原告適格を有することを前提として以下の各証文に答えなさいと。で、括弧1で、X は本件訴訟2において、国家賠償法第1条第1項の違法及び過失についてどのような主張をすべきか検討しなさいということで、で、これで、国賠の話が聞かれてるんだなというのがわかると思いますね。あと、この設問の特徴としては、国家賠償法1条1項の要件を全部検討させるっていうようなものではなくて、もうその要件の一部ですよね。その違法と過失について論じなさいということで、その検討対象を絞り込んでおります。司法試験でも予備試験でも全科目的にちょっとこう特徴が令和の時代に入ってからちょっと特徴が見られるんですけど、こう検討対象を絞り込むっていうね、もう何でもかんでも全部書かせるんじゃなくて、検討対象をこう絞り込んで深い論述をさせようとする傾向が特に令和の時代に入ってから司法試験予備試験で顕著になったんですけども、そういうものがここに現れてるんじゃないかっていうふうに思いますね。でこの後ね、設問2の括弧にですけれども、
X は本件訴訟3において行政事件訴訟法37条の2第1項の要件、これは非申請型義務付け訴訟の訴訟要件の一部が書かれているものなんですけど、でこれも絞り込んでます、検討対象を、まあ、要はこの37条の2の第1項って非申請型義務付け訴訟の条文なんだけど、まあ、訴訟要件で別にこの1項だけじゃないんですよ、まあ、その後例えば3項のね原告テクに関することが3項にあったりとかあるんで、だからまさにその1項だけでいいですよってことで検討対象絞り込んでるんで、これもまあ最近の傾向ですね。何でもかんでも全部書かせるっていう感じじゃないという感じです。司法試験もそんな感じです。検討対象結構絞り込んできてるんですよね、まあ、深い論述をしてくださいっていうことなんだと思います。そしてこの括弧には続きがありましてね、その今の行政法の37条2の第1項の要件及び農地法51条1項の処分の要件が充足されることについてどのような主張すべきか検討しなさいってことなんだけど、この最後の農地法51条1項の処分の要件っていうのは、まあ、大体行政法慣れてる人は分かるんだけど、あ、これは本案の話ね、を聞いてるんだなと、まあ、処分の適用用とかそういったその本案の話をまあ聞いてるんだなっていうことが分かると思うんですね。でせっかくですね、まあ、今期予備試験のこう、まあ、こうやって説問を見るとね、検討対象を絞り込んで、まあ、いるんで、まあ、深い論述ができていいかなって思うんだけど、ただね、ちょっと検討対象が多すぎるなということで、通常ですと特にこの説問2の括弧には、その要は非申請型義務付け訴訟の訴訟要件の話とね、あとまあ法案の話を聞いてきてるんですけど、これ本来これまでの過去問の傾向だったら別々の説問で出すようなものなんですよ。だからこれをこう1個の説問2の括弧2の中にまあこれ両方入れられちゃってるんですけど、まあ、本来は別々のこう説問に出すぐらい一個一個が重いテーマなんですよね。だそうすると結局今期の予備試験の問題って表面上はまあ大きく説問2つあって、で、まあ、説問にはまあ括弧1と括弧2で分かれてますんで、まあ、一応表面上3つの説問からなってるっていうのが分かると思うんですけど、最後のね結局説問2の括弧2って実質2問なんですよだから、まあ、これある意味4問聞いてるような感じになると思いますね。で、まあ、予備試験って結局、ね、140分でさ憲法とまあ行政法両方書かなければいけないから、まあ、単純にこう割り算すると、まあ、行政法ってまあ70分でやらなければいけないんですが、これはちょっとね70分でねこの4つのテーマをね、まあ、いくら検討対象が絞り込まれてるとはいえ4つのテーマを70分でやるのは結構厳しいんじゃないかというふうに思いますね。だから、まあ、もし今期の試験受けられてる方でちょっと途中途端になっちゃったっていうことであっても、おそらく相対的にね他の受験生がこの4つの テーマを完璧にその時間内に書けるっていうのはなかなか難しいでしょうから、まあ、おそらくねその手前のところはちゃんと書いてあれば合格点には十分届くと思いますね。あとは4つの、まあ、検討対象、まあ、ちょっと表面であんま本当は良くないんですけど、でももう試験に合格するっていう観点からしたらちょっとこう、まあ、一個一個の検討対象が浅くなるような論述でね、でそれでもまあ一応ポイントさえついてればそのもうこの各テーマのね4つのテーマのここだけはもうやっぱり押さえないといけないっていうところをちゃんと押さえていれば、まあ、短いような論述内容でもねちょっと浅いような論述内容でも全体的に答案全体として十分に合格点に届くんじゃないかなっていうふうに思いますね。でこういうのをね試験の本番の時だったら初めてこう、まあ、問題開いてみるじゃないですか。そのもう見てすぐ自分で判断しないといけないの、これどういうふうに自分合格点に届こうかって話でね。で、まあ、これ実質テーマが4つあるからまともにもう4つは多分書けないんだろうなってのがすぐ分かると思いますよ、これ問題文見てね。70分で仮にやるとしたらね、なのでしたらどうしようかって話だよね。ちょっとこう、まあ、多少後ろの方の説問を浅くしてでもその手前のところをしっかり書くのかね、全体的にちょっとつまんない答案にはなっちゃうんだけどその浅い答案をこう全体的に書いておくどうかっていうのはちょっと自分で決める必要がありますね。まあ悩ましいところですよね。浅い答案でもポイントついてるとねその満点はもちろん取れないんですけど、その各テーマに割り当てられてるね配点で、まあ、満点は取れないんだろうけど、でもそこそこいい点数もらえる可能性があるので、4つのテーマをまあポイントついて、まあ、ちょっとね内容面では全体的に一個一個がそう別に深いわけじゃないんだけどポイントさえついてれば意外と結構いい点数いったりとかする可能性もありますので、まあ、それはだから各自のあれだね、その時の、まあ、その問題に合う合わないっていうのがあると思うので、まあ、その自分の特性と問題文との相性ですよね、まあ、そこのところは踏まえてどういう作戦に出るのかっていうのを決めないといけないですね。本番の試験で合格しようと思ったらね、まあ、基本的に行政法だけじゃなくて全ての科目がそうなんですけれどもね、司法試験でも予備試験でも最初に説問の結論部分のところをまあ見てね、で自分はもう今回この問題はどう処理するかでどうも対応するかっていうのをねそれ瞬時に決めて、とにかく全体として合格点に届くっていうことが大事ですのでね、それ考えた方がいいんじゃないかっていうことですね。
さてということで、あとね、ついでに言っておくと、これ時間内にまとまり処理するの難しい問題なんですけど、ただ一個一個のテーマが非常に行政法の科目では大事な分野からの聞かれてますから、これ普段の行政法の勉強の題材にするにはものすごいいい問題だと思いますので、なのでまあこれ後でね、しっかり復習を基本知識も込みでしっかり復習しておいてもらえると、まあ翌年以降の皆さんが初めて見る試験に役に立つと思いますので、まあそういう感じでこれ利用してもらったらいいんじゃないかと思いますね。さてではね、ちょっと問題文、今設問の結論部分を見ましたけど、私の講師レジュメの方に、問題文のね、ちょっと大事なところ線引いたり太字にしたりしたところがありますので、ちょっとそこを見ていきましょうか。あと私の講師レジュメね、ちょっと分厚いので全体何書いてあるか分かりづらいと思うので、50ページにね、私の講師レジュメの50ページにですね、目次がありますので、まあ後で復習するときはですね、50ページの講師レジュメの50ページですね、見てもらって、まあ、何が書いてあるのかっていうのを確認してもらえればいいんじゃないかと思います。で問題文はね、目次によるとまあ2ページというふうになってますのでね、縦1行政法の問題文ね、でそこで2ページを、私の講師レジュメの2ページを開けてください。でじゃあこれ見ていきましょうか。だからテーマはね、とにかく、まあ、原告適格と国賠法1条1項のね、故意と過失の関係、そして行政事件訴訟法37条の2の第1項の訴訟要件と、あと本案の話ですね、まあ、そこのところが4つのテーマになっているということをちゃんと頭に入れた上で、で問題文見ていくと、まあ、大事な事実を拾いやすくなってくるということになりますね。では見ていきましょう。あでね、ちなみに問題、私の問題文のね、3ページの、下の方にちょっと図がありますけど、これは私が、ちょっと問題読みやすいように私が勝手につけたものなんで、本番の試験には、ありませんから。だから、まあ、問題文は自分で見てね、本番の試験でまあ、この問題文の事実関係把握しやすいように、まあ、ちょっとこう図を書いたりとかね、まあ、そういうのをやると、いいんじゃないかと思いますね。さて、でこの図でちょっと先説明しましょうか。今回ね、この私の講師レジュメの3ページのね、一番下のところ の図なんですけど、ちょっと四角のものが3つありますよね。四角が3つで、これ土地なんですよ。で右上の、そのね、四角なんですけど、これが本件畑ってことで、これ今回のちょっとこうメインになる土地なんですけども、本件畑、高土地の中に本件畑っていうのがありまして、でこれね、なんか土地がこの 北東から南西に向かってなんか斜めになんか下に降りてるみたいなんですね。これ土地がだから水がこう流れてくんですよ。北西からね、NE からこう WS の方にこう水が流れてくんだけど、だけどこのね、乙土地、この、本県畑高土地のね、その南側にある乙土地をですね、なんかこう地盤ちょっと下、このちょうど高土地との境目のところ、コンクリートで基礎固めちゃって、で、こう土地を盛り上げちゃったんですよ、乙土地の方。ここもともと、農地だったんですけどね、乙土地、高土地、まあ農地だったんですけど、乙土地を、これをね、ちょっとこう転用して、なんかどうも住宅の土地として売りたいみたいな感じで、で、そこで造成工事を、まあ、してしまってね、で、そこでこの高土地と乙土地のとの間のところに、まあコンクリートで基礎固めを回して、だから水が流れないようになっちゃってね、で、しかも乙土地の方がこう40センチぐらい高くなっちゃったので、で、結果ですね、高土地にこう水が溜まるようになってしまったと。で、この高土地の中にある畑では、根菜、根っこの野菜ってことでね、なんだろうね、具体的にはね、玉ねぎとかの人参とか、そのとにかくほら根っこをさ食べる野菜あるじゃないですか、あれ育てたんですけど、まあさすがにこうもう水はけ悪くなってしまって、水が溜まるような状態になっちゃうと、もう根菜を育てることもできませんので、まあ、そこでちょっとこの高土地の所有者が困ってしまったというような、そういう状態になっております。じゃあそこで問題も見ていきましょう。こちらね、2ページのじゃあ冒頭からいきましょうか。これ X さんがね、この畑の所有者でちょっと今回困ったことになっちゃう人なんですけれども、まあ、縦1のね、1行目のところで、まあ、X さんはね、Y 県 A 市の郊外において多数の農地がまとまって存在する地域ね、まあ、本県地域内にある土地を所有してますとね、さっきの右上の土地です。で、2行目ね、X が所有する土地を高土地というと。で、3行目、本県地域は北東から南西に向かって緩やかに下る地形をしており、ほら、さっきの私の話ね、私の図で言うと右上の方から下、左下の方にね、こう、まあ、なんか下の方に降りていくみたい で水物の流れもそうなってるみたいです。まあ、そういうことで緩やかに下る地形を成しており、多くは田として利用されていると。で X さんは、まあ、4行目です。X さんは、高土地の北東部分に木造平屋建てね、本件住宅を建築し、でそこでね、居住するとともに高土地のその他の部分を畑ね、本件畑にしてますということですね。で
その後ね、そこでほら根菜類を栽培してるってねなってますよね。こうちょっと太字にしときました。でこの後ね、本県畑は農業用の溶排水路に接続していないものの、本県地域には高い位置からあるね、田から低い位置にある田に向かって自然に水が浸透し流下するね、まあ、流れていくっていう性質があるため、本県畑の耕作条件は良好だったということね。でも後でさっき言った通り、ちょっとオツオチの方盛り上げられちゃってね、水はけで悪くなっちゃって根菜育てるの難しくなっちゃうんですけどね、まあ、とりあえずでも最初は良好だったんですよ。でこの後、このね、今のね、1段落目の下から2行目の途中のところですね、まあ、X さんは本県畑で育てた野菜の販売により、まあ、収入を得ることによって生活を営んでいたということになりますね。でこの後次の段落で B さん、B さんは本県地域内に複数の農地を所有しておりね、でそれら農地の中には高土地の 南側に接する土地で、これが例のオツ土地です。後で造成工事してちょっと盛り上げられちゃうんですけど、そのオツ土地、および西側に接する土地、平土地がありますということね。というわけで、そのね、高土地とオツ土地と平土地は B さんが所有してます。でそんな中、今のね2段落目の3行目のところなんですけど、 B および土木建築会社 C はオツ土地を宅地として売り出すことを計画し、C は、令和5年10月下旬頃からオツ土地の造成工事ね、本件造成工事に着手したということになります。ちなみにね、行政法を、まあ、ある程度勉強している人は農地をね、勝手に農地以外のものにしちゃいけないんですよ。農地法で規制がされてますので、なのでこれちょっと違法なことを今やっちゃってるような状態になってますね。ちゃんと転用許可をね、知事等の、転用許可を受けないとね、農地以外のものに転用できないんですけど、これもなんか工事を許可受ける前にやっちゃってるんで、非常にまずいことをやってることになります。でそういうことでね、今のこの2段落目ね、 B はっていうところの、この3行目、ね、B と C はオツ土地を宅地で売り出すことを計画しね、で次の行で本件造成工事に着手しちゃったんですよね。許可取らないままね、転用許可取らないままやってしまいました。でこの後、本件造成工事はオツ土地のうち本件畑に接する部分の地下にコンクリートの基礎を築きね、ほらさっき言った通り例の話ね、でその後その上にコンクリート製ね、擁壁を設置して、でその擁壁の上端まで、造成土をね、まあ、入れるというものであったと。で同年11月半ばにはね、まあ、この令和5年の、ね、11月の半ば頃にはその造成工事が完成で、オツ土地の地表面は本県畑の地表面、本県畑はX さんの高土地の中にあります、まあ、本県畑の地表面より40センチメートルほど高くなったと。でしかも地盤下コンクリートで固められちゃってるんでね、まあ、本当に水がこの本県畑の水が下に流れていかないような状態になっちゃってるということね。でしかもこれ違法にやっちゃってますからね、転用許可取らないままやっちゃってますので。でこの次の段落ですが、 B および C ね、 B はオツ土地と平土地の所有者で、 C は建築、ね、土木会社の話ですけど、まあ、B および C は令和5年11月15日ね、だちょうどあれだね、その2行手前のところで11月の半ば頃に工事が完成したって話なんで、ちょうどその頃なんでしょうね。 B と C は令和5年11月15日オツ土地を C の資材置き場にするという名目で、オツ土地の農地なんだけどね、それをまあ農地じゃなくて資材置き場にするという名目だから、これもやっぱ農地の転用になるから、許可が知事等の許可が必要になってくるんですけど、まあ、そういう名目で農地法5条1項に基づき、同法にいう都道府県知事等に該当する Y 県知事に対してオツ土地に C の賃借権を設定することの許可を求める旨の、申請をしたと。でもこれちょっとおかしい話ですよね。資材置き場どころかもうこの宅地にして売り出すっていうことでもう工事完了してるその時点で、それで資材置き場にするってことで転用の許可を申請してるので、これ非常になんかよくわかんないことをこうやってるということになりますね。わけのわかんない申請をしていると。でそのね、今の3段落目のね、その3行目で、まあ、その本件を申請をしたと。で提出された許可申請書にはね、土地造成及び工事の着手時期が令和6年、さっきね令和5年のもう10月下旬から工事始めてね、で令和5年の11月のもう半ば頃に工事終わってるんですけど、工事の着手時期は令和6年、翌年の1月10日だっていうことが、ね、記載されてるんで、ここもおかしな話だから、その工事の目的も違うし、その工事のもう終わってんのにこれからやりますみたいなことでそれで申請してるんですよね、転用許可をね。というわけでこれ非常になんかいろいろなんか偽装工作をいろいろしてるような感じになってますね。でこのあとね、線引いてないところをちょっと飛ばしておいて、で次の、ね、段落で X さんは、令和5年11月20日ですね、ちょっと遡ってる感じになりますね、まあ、11月20日で
Y 県の担当部局に行き、X は畑の所有者ね、まあ、担当部局に行き、で本県造成工事によって本県畑の排水に支障が生ずると主張して、まあ、復旧を求めたということね。申請書上はまだ工事始まってないことになってるんだけど、実際上もう工事終わっちゃってるから、11月の中旬頃にね。でそれでもう40センチ土地が高くなっちゃって、現にでも水はけが悪くなっちゃってると、その本県畑ね、まあ、そういう状態でちょっと県に相談に行ったっていう、そういう状況なんでしょうね。でそういう中、このね、今の段落の2行目でね、その、支障が生ずずるとしてね、その復旧を求めた。でこの後 Y 県の担当者 D は、B および C に対し本県畑の排水に支障を生じさせないための措置を取ることを指導しね、B は兵都知事に、あとまあちょっとここ気になっちゃうんだけどね、あの本来まだ工事しちゃいけない時期なのに、行政の担当者がまあ行ってさ、でこれだけの指導あの排水に支障生じさせるなっていうだけなの、指導しかしてないんだけどさ、ここあれここ畑じゃ、あのここ農地なんじゃないですかみたいな感じで言わなかったんだよね、落ち土地をね。でまあそこでもなんか、あとのあんまりこの取材者の方が気にしてないみたいなんだけど、でもなんかね、いろいろおかしいことがたくさんあるような、あの状況になってますね。でそういう中ね、まあとりあえずでもまあ排水が悪いってことに関して、とにかくあの指導さ、まあ、なんとかしなさいみたいな感じで行政指導がされたみたいなんでしょうね。そういうことでこの、ね、最後の2ページの最後の段落の、X さんが、ね、この3行目指導し、で B は、兵都知事に、で兵都知事っていうのはやっぱ同じくあの、ね、オツ土地と同じくあの B が所有している土地ですけど、兵都知事に本県畑の南西角から西に向かう水路を設けたということね。だからちょうど本県畑、私の図で言うとさ、あの本県畑のちょうどあれかな、左下のところからなんかね、こう排水できるような感じのなんか排水施設を設けたみたいなんですよ。でもあれだよね、まあ、はっきり言ってさ、こんなこのね、本県、まあ、要は高土地、まあ、本県畑のさ左下に排水施設設けたってさ、その高土地全体、まあ、本県畑全体見たときにさ、あの、まあ、もっとこうあれじゃないですか、あの左下の角のところよりももっとさ、そのもっと右の方にね、東の方にこう広がってさ、水がたまるところがきっとあるはずですから、全体的に落ち土地が40センチもあの盛り上げられちゃってさ、下がもうコンクリートでもうね、基礎固めされちゃってるわけですから、だから、まあ、こんなところに排水施設をあの作ったところでね、おそらくあの多分畑としてもうあの高土地使えるようにはなるとは思えないんですけど、まあ、とりあえずね、そんな感じのなんか付け焼け場的ななんか措置をしたみたいなんですよ。でそういうことで、まあ、2ページね、もう1回行きましょうか。2ページの最後の段落の上から4行目ですかね、まあ、水路を設けたと。でこの水路は排水に十分な断面が取られておらず、勾配も十分なものではなかったが、でこの D さん、これ県の担当者です、職員さん D は目視による短時間の確認を行っただけで、B が指導に従って措置を取ったと判断したということで、まあ、まずこの時点でこの D の判断は非常にまずい判断だと思うんですけどね、あのでもまあこれでまあちゃんと排水ができるようになったんだという形ね。まあ、職員さん忙しかったのかね仕事が忙しくてもちょっと この案件だけにちょっとあんまりこう長い時間かけられなかったのかね、まあ、忙しそうな感じなんですかね、よくわかんないですけどね。暇なのにこんな雑な処理したら本当大変なことになるからね。でこの後ね、 D は目視、まあ、この後あれかな、下から2行目か、2ページで、その D の報告ね、職員の D の報告を受けた Y 県知事は、この Y 県の知事が今回 の転用許可をする権限を持ってる人なんですよね、処分の根拠法規上ね。でそこで Y 県知事は農地法5条2項4号にいう、これね、不許可、あの こういうこの時は許可しちゃいけないというふうに書かれている条文なんだけど、周辺の農地にかかる営農条件に支障を生ずる恐れがあると認められる場合ね、こういった場合あの許可できないんですけど、転用許可できないんですけど、でもそこには当たらないと認定してねもう大丈夫だと、もう他の土地には迷惑かかんないということで当たらないと認定して、で令和6年、1月9日、本件、申請をね、まあ、工事にね、あの1月の中旬ぐらいになんか工事着工するという記載が申請書にされているみたいですけど、まあ、1月9日、その手前のね、まあ、1月9日で本件申請を許可する、まあ、本件処分をしたという形になってますね。まあ、工事も終わっちゃってるんですけどね、さっき言った通りね、もう前の年の、 あの11月の中頃にはもう工事終わっちゃってるんですけど、でもまあ一応この令和6年の1月9日にあの工事、あの許可を取ってね、でこれからその1月の中旬ぐらいに工事をあのするっていう体裁にはなってるんですよ。さてでそういう中、次ね、の段落ですけど、このね、今3ページになってますかね、3ページの2段落目で、令和6年5月頃、ちょっとずいぶん時間が過ぎましたね。令和6年5月頃、本県畑は付近の田に、まあ、入水された際にね、冠水するようになったということね。大体田植えはあれですよね、5月とかね、それぐらいの時期にあの、まあ、やることが多いですかね、まあ、そういうことで、まあ、5月で田植えあの始めたらなんか結構冠水するようになっちゃったという感じですかね。田んぼの中水入れるんでね、水引き込みますからね。で、そのね、今のね、3ページの2段落目の、まあ、じゃあ続き読んでいきましょうか。でその1行目のね、最後の方からいけますかね。
特に本県畑の南側部分の排水障害は著しく、まあ、それはそうですよね。そこもあのコンクリートで基礎固めされて、ね、落ち土地の方が40センチも高いという状態になってますからね、まあ、畑の排水状態は相当悪くなると思うんですけど、まあ、そういうことで排水障害は著しく、同部分では常に水がたまり、で根菜類ね、まあ、根っこをほら食べる野菜だから玉ねぎとか人参みたいなね、そうするともう土があのもう、ね、水に浸かっちゃうと、まあ、根菜って育てられなくなってもうすぐ腐っちゃうと思ってね、まあ、そういうことで、根菜類の栽培ができない状態になってますと。で本県畑の排水を改善するためには本県畑に盛り土をしてですね、土を盛るっていうのは盛り土っていうんですけど、まあ、盛り土をしてかさ上げをする工事を行う場合、その費用、まあ、本県費用ね120万円よと見込まれているということですね。で同年6月の時点において本県住宅に関する損害は発生してない。あ、本県住宅っていうのは耕土地の中にあるね、その X さんが住んでるあの家です、まあ、で、そのね、本県住宅に関する損害は発生していないが、あ、 X さんは本県住宅の床下が浸水による被害を受ける恐れも、もあると考えてるってことね。あ、でちなみにね、ちょっと先に口であの言っとくと、あの本件処分ってかなりまずいじゃないですか。あの結構違法にされちゃってる感じなんですけど、でその設問の、1がまさにその本件処分の取り消す訴訟のね、原告適格がその X さんにあるかっていう話なんですけど、でそうすると X さん の、 その今回の処分によって、まあ、侵害される利益ね、非侵害利益、まあ、そこのところをまず見抜いてですね、でその非侵害利益が処分の根拠放棄によってこう保護されてるのかどうかってことね、そこのところをあの分析していくことになります。で今までの問題文をちゃんとあの、まあ、見ていきますと、非侵害利益多分おそらく2つ読み取れるんじゃないかと思いますが、第問題です。何でしょうか。どんなものがこの X さんの今回の処分によってね、害される利益、非侵害利益になるでしょうかっていうとね、まあ、最後のところにほらあの、まあ、今のところ住宅には水来てないけどさ、そのうちまあ来るんじゃないかっていうのあの恐れてるんで、まあ、そういった生活上の利益、あと場合によってはまあ生命身体ね、水で洪水で流されたりとかね、まあ、そこまでちょっと言ってるか分かんないですけど、まあ、いずれにしろあのそういった感じでさ、まあまあ、住宅のところにこう、まあ、水流れてきて住めなくなっちゃうっていう可能性があるんで、まあ、そういった生活上の利益、あるいはね、その水害でまあ生命身体の、まあ、危機が生ずるみたいなことでさ、生命身体のこう安全を確保する利益とか、例えばそういうのがあの一応想定されるんじゃないかと思いますね。あともう一つはあのそのまさに X さんっていうのはその本県畑で根菜類をさ、まあ、育ててそれで生活してる人ですから、まあ、そういう意味ではその農業を営む、ね、利益っていうものもですね、今回の本県処分によってあの侵害される利益ってことで非侵害利益になってくると思うんですね。というわけでポイントはここですよ。今の非侵害利益をまず問題文から、まあ、見抜いて、で原告的が認められるためにはとにかくね、処分の根拠放棄がそういったあの非侵害利益を保護するし含んでることが必要になってきますので、まあ、そういう目でね、後でこの条文の文言とかを見てね、で趣旨とかも考えながらですね、そういった今言ったような非侵害利益を処分の根拠放棄がね保護するし含んでるのかどうかってことを見ていくような感じになってきます。でこれはね、あの行政法の基本知識がちゃんとあの固まってると、あのそういう思考ができるようになるんですよ。だからもうまず設問のさっき言った通りね、自分が受験生だったらって話ですけど、問題文のさっきほら結論文みたいじゃないですか。でそこでもう原告否定が聞かれたなっていうふうになったら、もう今みたいなもう思考で問題文見ていくんですね。だからまあちゃんとこう基本的な思考方法が入っていると、問題も読むのにはすごく効率が良くなると思いますね。だから着眼点がもう分かってるから、だからとにかく非侵害利益は何だろうという感じでもうすごい集中して見てるからまあ、あの問題文が入りやすいんですよ、頭の中にね。大事なところが入りやすいって話になってきますね。さてではね、ちょっと問題文の続きを見ていきましょうか。今の3ページを見ておりました。で3ページの問題文本体のですね、下から数えた方が早いと思うんでね、下から2段落目を見てください。 X はってことですね、 X は法的措置としてっていうところから見ていきましょうか。下から2段落目ね、 X さんは法的措置として令和6年6月中に本件処分の取り消し訴訟ね、これが本件訴訟1ですねを提起するとともに、でこれの原告手が聞かれてますね、説問1でね。でこの後本件処分によって本件費用相当額の損害、あのさっき言ったように盛り土をすると120万円かかるって言うんだよね。とにかくあのちゃんと畑としてさ、あの本件畑使えるようにするにはちょっと盛り土しないといけないんですけど、で120万円かかるって言うんで、で本件、まあ、費用相当額の損害が発生したことをまあ理由とする国家賠償請求訴訟。国賠、あのなんかさ、公権力に対してさ、お金請求する法律構成としてはどんなものがありましたっけ。皆さんに問題です。まあ、行政法全体今勉強、ね、していると、まあ、いろんな知識が入ってくるんじゃないかと思いますけど、まあ、今回はその、まあ、損害相当額で具体的には120万円という金額がその手前のところであの挙げられてましたけども、そういうお金請求する法律構成ってどんなものがありましたっけ。まあ、一つはまあ国庫賠償請求ですよね。あとは、まあ、あの有名なところで言うとあの損失保証。損失保証なんかはね、結構司法試験で複数回、ね、論文試験で出てるんですよ。まあ、国庫賠も出たことが
があるんですけどね、平成18年頃にね、まあ、そういうことで、でも今回あの国賠の方行ってますね。でそうすると公権力に対してこうお金を請求する法律構成としては、まあ、大雑把に言うと国家賠償請求とね、まあ、損失訴訟というのがあるんですけど、あの大きな違いってどこにありますかね。まあ、共通点はお金請求するってところなんですけど、まあ、あの大きな違いっていうのはどこにあるでしょうか。でそれがポイントになると思いますよ、このやっぱり問題文見るときのね。でそのポイントっていうのは、あの損失訴訟って別にその公権力側の故意過失っていうのが要件とされてないんですよ。まああのね、財産権を、まあ、結局一定の理由で収容するとさ、それを保障しなければいけないということでね、憲法の財産権保障の視野、平等原則の、まあ、負担はみんなで分か、損失はみんなで分かち合いましょうみたいなさ、そういう 平等原則の趣旨を表したものなので、別にその請求要件として公務員側のその故意過失っていうのは、ね、いらないんですけど、国家賠償請求の場合でまさにその、ね、違法な公権力の行使によってこう損害発生した時のそこの損害を担保するための、まあ、制度でありますので、そういう点でやっぱその違法性とか、まあ、故意過失とか、まあ、そういったものが、ね、要求されるって話ですよね。で今回そういう目で見ていくと、さっきあの職員さん県の職員の D さん結構適当ないい加減なことをやってましたよね。だからあの辺のところが多分ねポイントになってくるんじゃないかと、その違法とかその過失とかね、その辺のところをこう、まあ、認定するにあたっては多分その辺のところがポイントになってくるんじゃないかということが分かるんじゃないかと思います。だからとにかくね、行政法の基本を頭に入れることなんですよね。で入れると問題文のもう読み方が全然違ってくるので、すぐにこうポイントが分かるようになりますからね。さてで続きを読んでいきましょう。で今問題文のね、今、3ページのね、下から今2段落目のさ、今途中まで行きましたよね。まあ、下から2段落目の3行目から行きましょうか、もう一回ね。まあ、国家賠償請求訴訟、括弧ね、本件訴訟に、および、Y 県知事が C に対し、 C ってあの建築会社です。あの B とグルになってね、あのそのオツ土地とヘイ土地の所有者の B とグルになってさ、あのなんかこう住宅としてオツ土地を販売しようとしたその C さん、建築会社なんですけど、Y 県知事が C に対し農地法51条1項に基づく原状回復の措置命令、ね、だから元に土地戻せと、もう今あのね、落ち土地が下コンクリートで基礎固めされて40センチぐらいあの高土地よりも今高い状態になっちゃってるんですけど、そこをね戻すようにもう県の方から建築会社の C の方にもう命令出せということね。でそういうあの命令の義務付け、訴訟をね検討してるってことで、その義務付け訴訟があの本件訴訟さんということになりますね。 X さんにはその高土地の所有者である、まあ、本件畑の所有者である X さんには、まあ、こういったあのその最後の義務付け対象となるあの処分の申請権限が法律上はありませんので、まあ、そうなってくるとですね、あのこれは非申請型義務付け訴訟ってさ、申請権がある人が義務付け求めるケースと、申請権法令上の申請権がない人が義務付けを求めるケースとでありまして、でそれぞれちょっと訴訟要件が違うっていうのはこれ行政法の基本知識になるんですけど、まあ、今回はその非申請型のね、申請権がない人がその処分をこう義務付けることをまあ求めるような訴訟なんで、非申請型義務付け訴訟がまあ問題になるんだなってことが分かると思いますね。まあ、ちなみに設問の2の括弧2自体に条文をもう行訴法37条の2の第1項ってあの書いてくれてるから、まあそこは間違うことないと思うんだけどね。でも、まあ、もしあの書いてなければ、まあ、ただ例えばさ、問題文の事実関係だけがこう書いてあってさ、でそこで、今回 X さんとしてはどういう手段を取ることができるかって形で、まあ、ちょっともうちょっとこう漠然と聞かれた場合は、あ今回はちゃんと自分 の, あの受験生各自のね、自分 の, あの責任を持って、あ今回はこう非申請型義務付け訴訟でね、まあ、現状回復措置をね、命ずることを、まあ、非申請型義務付け訴訟で、まあ、求めるのがいいんだろうなみたいな、そういうところはあの自分で考える必要があります。あの年度によってはね、そういうのを自分で考えないといけないような問題も出ますので、でそういう問題にやっぱり対応するには行政法の知識をね、体系的にちゃんと入れていくことね、あの論点だけを勉強するんじゃなくて、論点じゃないところも、まあ、含めてちゃんと体系的にね、行政法の知識をこう順番に頭の中に入れていくってことをしていくと、あのこういうね、もしそういう問題が出ても、まあ、対応できると思います。で今後またそういう問題も出ると思うんですよね。今までもあのそういうの出てますんでね。さて、というわけで大体あの問題文の全体は分かりましたかね。あと一応最後の段落見ていきましょうか。今問題文の、ね、本体で最後の段落まだ見てませんでしたので、最後の段落を見ていくと、以上前提として以下の設問に答えなさいと。でまた農地法の抜粋ね、資料として掲げているので適宜参照しなさい。なお資料に掲げられていない同法の規定については考慮しなくていいということね。だから余計なこと考えない、あの考えちゃいけないのね。最後のこのちょっと指示誘導が ありますので、まあ、この問題文にない、あるいはその資料に、まあ、農地法の条文くっついてるんですけど、もうそこにないものをもう気にしないことですね。だから、まあ、要はあのこのなんですか、一番大事そうなところね、この問題文の事実関係からポイントになるところだけを書けばいいっていうあのことが、まあ、案にこう示唆されていると思いますのでね、まあ、要領よくポイントになるところをこう書いていくということをするといいんじゃないかと思いますね。でね、第三者の原告適格に関してはちょっとね、あの基本知識をちょっと確認しておきましょうか。私のレジュメの、行政法に関しましては、その
原告適格に関しましては、ね、ちょっとページが先になるんですが、こちらの、ね、13ページぐらいかな、13ページぐらい、まあ、12ページからちょっと基本知識の項目が始まっておりまして、でこちらね、で12ページのところが原告適格の話になってきます。でこれちょっとね長いんで全部は読まないです。これから私がちょっとこうお話をするところをちょっとなんかチェックかなんかしておいてもらって、でちょっとそれ後で復習してもらったら効率よくね、その行政法の、まあ、この問題を解くのにまあ必要な知識の復習ができるんじゃないかと思います。でそこでまずね12ページの縦1括弧1のところですが、私の講師レジュメのね12ページ縦1括弧1のまず矢印のところです。原告適格は訴訟要件の一つ、まあ、取消訴訟の、ね、訴訟要件の一つで、これを書く訴えは不適法なものとして却下されちゃいますと。でまず、ね、いきなり2項に飛びつかないで、ね、まず行訴法の9条の1項からいきます。行訴法9条1項は取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に、取消訴訟の原告適格を認めていると。でここでの法律上の利益をどのように返すべきかについては、まあ、いくつか見解あるんですけど、まあ、ここで対立する主な見解は法律上保護された利益説、まあ、要は処分の根拠放棄が、まあ、保護する利益、ねが帰属する人に原告適格を認めるという見解なんですけど、これが一応判例通説の見解になりますね。処分の根拠放棄が保護している利益が帰属する人に取消訴訟の原告適格を認めるということで、これが判例通説の立場なん で、その立場に立つと、さっきちょっと先にこう要点だけ喋っちゃったんですけど、 X さんが主張するような非侵害利益がですね、まあ、今回の処分の根拠放棄、まあ、転用許可処分のね、その根拠放棄がその保護するし含んでるのかどうかということで、その根拠放棄の解釈をしていくことになってきますね。で基本的にはその考え方をちゃんと押さえておいてもらえれば、まあ、十分論文では合格点が取れると思いますね。そして次です。次のページで、ね、14ページをご覧ください。14ページのところは括弧にで、その法律上の利益の意義なんですけれども、括弧に矢印のところです。まあ、今の話のちょっと繰り返しになるんですけどね、ちょっと一回この1個目のブロックのところだけ確認してみましょうか。括弧に矢印で、処分との取り消しを求める法律上の利益とは、法律上保護された、まあ、利益ね、括弧処分の根拠法令の規定が保護している利益を言うというのが、ね、判例通説ですと。で3行目、この見解は原告適格の有無の判断を処分の根拠となる法令の解釈から処分の根拠法令の規定ね、で本によってね、処分の根拠法令の規定って書いてあったり、あとこの括弧書きの言葉、処分の根拠規定や処分の根拠放棄っていうことで、学者の先生によってちょっと表現多少ブレてるんですけど、全部同じ意味ですのでここのところね、処分の根拠放棄というようが、まあ、この根拠規定というようが、処分の根拠法令の規定というようが、これ大体全部同じ意味で文脈として使われてますのでね。でそこでまあちょっと続きを読んでいきましょうか。3行目ね、処分の根拠法令の規定で括弧閉じが当該利益を個々人の個別的利益として保護していると言えるかという問題に、ね、希釈させるものですということね。で判例この立場というふうに言われています。そして今度ね14ページに行ってください。一応判例の立場を確認しておきましょう。14ページのねうの判例の立場というところの矢印のところですが、取消訴訟の原告定価について規定する行訴法91項による当該処分の取消を求めにつき法律上の利益を有するものとは、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害される恐れがあるものを言うんだと。じゃあどういう人がそういうものに当たるのかというと、4行目のところですが、当該処分を定めた行政法規がですね、これがだからさっき言った処分の根拠法令の規定とか処分の根拠法規とかっていうふうに言われます。ということで、当該処分を定めた行政法規が、だから今回だったらその転用許可処分の根拠法規ですね、後でまあ見ますけどね、当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般公益の中に吸収解消させるにとどめずね、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと返される場合にね、まあ、こういった利益も法律上保護された利益にあたり、でこういった利益をね侵害され、または必然的に侵害される恐れがあるものねに取消訴訟の原告提供があるんですよみたいな、そんな感じのことを言ってますね。そして次に大事な知識としては、今の15ページの一番下のメモのところになります。15ページの一番末尾のメモのところですが、処分の名当て人以外の第三者の原告提供を判断するときは、先ほどの、ね、9条1項の法律上保護された利益の論述に続けて、後継の行訴法9条2項の第三者の原告適格についての判例の判断枠組みを、まあ、論述するということになってきますね。でこれちょっと今日は聞き流してくれていいんですけど、まあ、雑談の部類に入っちゃうんで聞き流してくれていいんですけど、処分の名当人以外の、つまりその第三者の原告適格をですね検討するときにですね、まあ、一応この行訴法9条2項がその着眼点を、まあ、考慮層をこう、まあ
指摘しているわけなんですけど、ただ実際にですね、処分の7手人以外の第三者であっても、実はある処分がされたことによって直接的に権利が制約されるというケースが出てくるんですよ。でそういったケースではですね、行訴法9条2項を使うことなく、もう行訴法9条1項の解釈だけでですね、原告定格の判断をするんですけれども、まあ、予備試験でも司法試験でもそういった問題出たことがあります。それぞれ処分の7手人ではなくて第三者の原告定格が問題となったりもかかわらず、行訴法の9条1項の解釈だけでもう済ませてしまうというね、2項は使わない、その判例の相場感覚からしたらね、まあ、1項だけで処理するって問題出てたんですけど、今回はまあ2項をまあ使う典型的な、まあ、2項使う方が典型的なケースなんですけどね、多いケースなんですけど、まあ、今回はその典型的なケースが聞かれてるっていう話になってきますね。まあ、機会がありましたら過去問遡ってみていくと、予備試験司法試験それぞれ第三者の原告定格であるにもかかわらず、まあ、9条2項を使わないケースというのが出てきますのでね、まあ、なんか折を見て、まあ、それぞれ自分のタイミングでね、過去問遡って勉強してもらったらいいんじゃないかと思いますね。でもまあ今日ちょっとそういう話ではありませんので、まあ、雑談としてね、お話した感じです。さてで、次ですが16ページですね、私のテキスト、レジュメの16ページ でこちら縦に第三者の原告定格で括弧1異議で矢印のところですが、16ページの縦に括弧1矢印のところですが、取消訴訟の対象に処分性が認められることは、当該処分によって処分の名当て人は一方的に処分の法効果を受けることを意味するため、処分の名当て人が処分の取消を求めるにつき法律上の利益を有するのは当然ですと。これに対し処分の名当て人以外の第三者の原告定額ね、まあ、行訴法91項の法律上の利益の有無を判断する場合は、基本的には行訴法9条2項の判断枠組みに従い判断すると。ちなみにこの基本的にはっていうのは、さっき言った通りね、第三者であるにもかかわらず92個使わないケースがあるのでね、処分からこう直接こう自分の権利が制約されてしまう時がありますので、もう本当雑談で聞いてくれればいいんですけど、そういうケース の例えば有名な判例としては、滞納処分ケースですね。土地を共有している人が、まあ、いてね、で共有者の一人が税金を納めないんで滞納処分されてしまうと。でその滞納処分されちゃうと、その土地が滞納処分されちゃうと、まあ、もう一人共有者がいるじゃないですか。で別にその人別に税金をちゃんと払ってる人なんだけど、その人もね、その自分の土地なんだけど、いろいろそのなんか物件の負担できなくなったりとか、権利が制限されてしまうんですよ。処分の根拠放棄がそういう仕組みになってるんですね。でそういったケースの場合、わざわざですね、第三者の原告定額だからといってですね、9条2項使う必要はなく、まあ、普通に先ほどの9条1項の法律上保護された、まあ、利益ね、あれがもうその処分によって侵害されるんだということは端的に指摘して、でそれで原告定額があるんだってことさえも論じていけばいいということになってきますね。でそういったケース、ちなみにこの関連問題でね、ちょっと一応書いておきましたけど、例えばそういったケースが問題となったのは、じゃあそうか、ちょっとここだけだと分かりづらいな、どっかに分かるように書いていたんですけどね、例えばこの、司法論文でありましたら、どれだったかな、R4 か R4 あたりがちょっと怪しいかな、ちょっと間違ってたらすいませんね、ちょっとここだけだと分かりづらくなっちゃったね。あとね、予備論文だと、この R1 あたりかな、違うか、ちょっとすいません、これだけだとちょっと分かりづらいね、どっかにね書いておきました、どこかのところね、まあ、とりあえずちょっとすいません、見つかったらじゃあもうお話ししましょう。まあ、いずれにしろ過去問を遡っておくとそのうち出てきますから、事案分析するとね、処分の名当て人じゃないんだけど、もう処分の根拠放棄の規定見たら、直接的に侵害されるなというのが分かるようなケースになってますね。さてで、話をちょっと戻しましてね、で今度次のところ、18ページを見てください。で今回は9条2項を使うね、まあ、典型的なケースです。第三者の原告定格の、ね、典型的なケースなんですけど、でその9条2項をどう使うかに関しては、日本の、まあ、最高裁ですね、最高裁判所が、まあ、結構ですね、この判断の方法を工夫してまして、なのでそれを、ね、いかに踏まえて論ずるかっていう話になってきます。いい点数取ろうと思ったらね、まあ、条文に9条2項にあるんですけど、あれをそのまま使うっていう話じゃなくて、その趣旨を踏まえて解釈をしてですね、で適切な判断枠組みをどの範囲の人にこう原告定格が認められるのかということで、適切な判断枠組みを提示してからね、でそれ規範にして当て合いをすると、まあ、おそらく満点に近い点数が、まあ、もらえるんじゃないかと思います。まあ、はっきり言ってね、今回の問題量が検討を避けたり、実質設問4つあるようなもんですから、まあ、そこまでできないと思うんですけど、ただ今後多分もっとね、検討対象をさらに絞り込んで、ちょっと今期の問題はちょっと無理がありすぎると思うので、量多すぎるんですよ。なので多分、まあ、まともにこう時間内にかけた受験生って少ないと思うので、まあ、それを踏まえてね、多分次年度以降の問題文 の検討対象 の数とかさ、そういうの調整してくると思うので、
で、だから今後ちょっと深い問題が出てくる可能性があります。あと司法試験は今のところね、まあ、最近ちょっと結構検討対象だいぶ減らしてくれてるんで、やっぱ深い論述がこうできるようになってますんで、まあ、もしその典型的に9条2項を使うような第三者の原告不適格が問われたときはですね、やはりその判例の、施行方法は踏まえた判断枠組みを提示をしないとね、行草9条1項2項、そして、その判例の判断枠組みの、その考え方ね、そこを全部こう踏まえたその規範を立てていかないと、多分こうちょっと相対的にね、上に上がれなくなってしまうと思いますので、まあ、ここでちょっと理解をしてください。でそこでこんな感じになります。判例と行草9条1項と2項とね、判例の考え方を踏まえたらどういう規範を立てるのかって話なんですけど、18ページ、私のレジュメの P18 で、で1個目のブロックです。行草9条1項と2項の原告不適格の判断枠組みの概要ということで、で括弧 A、当該処分の取り消しを求めにつき法律上の利益を有する者に取り消し訴訟の原告不適格が認められますと、ね、これ9条1項で、括弧 B、 これが2項の話になります。処分の名当てに以外の者に法律上の利益があるかは、丸1、処分の根拠 法令の、まあ、規定ね、まあ、処分の根拠法規です。短く言ったらね、処分の根拠法規の、文言だけでなく、その当該、ね、法令の趣旨目的ね、どういった利益を保護しようとしているのかね、その処分を通じてね、どういった利益をこう保護することを処分庁にこう義務付けているのかっていうね、まあ、そういった観点からまあ見ます。そして丸2、処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮して判断すると。で丸1、当該法令の、ね、趣旨目的を考慮する際は、その目的を共通にする関係 法令、ね、関係法規があるときは、まあ、その趣旨目的もまあ参酌するし、丸2、処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮する際は、処分の根拠となる法令に反して、まあ、仮になんか、ね、法令根拠法規に反して処分がされちゃったら、どんな利益が、まあ、どんな、ね、対応等で害されるのかってことで、そこのところで非侵害利益の用法性を見てあげるんですよ。ここで思いっきりね、価値判断が入ってきます。その非侵害利益の用法性が高ければ高いほど、そしてまたその処分によってこう害される対応が、まあ、深刻であれば深刻であるほど、価値判断としては法案で勝てるかどうかは別としてね、せめてまあ取消訴訟の入り口ぐらいは開いてあげなければいけないんじゃないかというふうに価値判断が働くの で結果的にはその原告さんが主張しているような非侵害利益がですね、処分の根拠法規によって保護された利益だというふうに言いやすくなるんですね。だから特にこの丸2のところがポイントになります。本当にこうまともにちゃんと法案書こうと思ったら、まさにこの処分の根拠法規、まあ、具体的に行政法の試験というのは必ず司法試験でも論文試験でも根拠法規がついてるから、それを見てね、仮にその法規に違反して処分がされたらどういう利益がどういう対応で害されるのかね、そこのところにこう想像する感じになってきますね。まあ、今回のねちょっとこう検討対象実質4つあるような問題で、そこまではなかなかできないと思うんだけど、でもまあ今後検討対象がこう、まあ、多分減ってくると思いますので、あと少なくとも司法試験はね最近そんなに分量的にはそんなに無理のある問題にはしてないんですよ。昔はひどかったんだけどね、だんだん、まあ、試験考査委員の方も学んできてるのかね、まあ、検討対象だいぶ少なくしてくれてるんで、まあ、第三者の原告不適格、まあ、特に行草法9条2項を使うケース、典型的な9条2項を使うケースが出たときはですね、今みたいなところをちゃんと書いていかないと、ちょっと相対的にこうなんかね上に上がれなくなっちゃう可能性があるという状況でありますね。でですね、例えばですけど、まずね、この特に丸1のところなんですけど、処分の根拠法規の文言だけじゃなく趣旨目的ね、それを踏まえて原告さんが主張しているような非侵害利益をその保護された利益と法律上保護された利益として読み取れるかどうかって話なんですけど、これはねちょっと次のページを見てください。20ページのところ、あ、そうか、20ページまだ行っちゃいけないね。19と20、ちょっと全体的に見てほしいんですけど、で、ちょっとこれ読むと長くなっちゃうから、簡単に口でイメージを伝えますね。特にその、丸1の判断するときはですね、あまり本格的な審査を してはいけないというふうに言われてます。一応、原告さんが主張するような非侵害利益を根拠法規から読み取ることができるかどうかね。で、一応読み取ることがもうできれば、丸1はもうパス、ちゃんとそこはクリアできたって形で扱ってあげます。で、本格的な審査も丸2のところで、思い切り価値判断入るところなんですけど、丸2のところでやることになりますね。だからそこはしっかり厚く論じないといけないことになってますね。一応じゃあかっこいい丸1のさ、一応こうね判断枠組みから、まあ、一応原告さんが主張するような非侵害利益は根拠法規から読み取れるってなったら、この後今度その用法性とか、仮にその根拠法規に違反してじゃあその処分がされたらどういう利益がどういう対応で害されるのかね。でさっき言った通り、その害される利益が用法性高ければ高いほど、そしてその違法な処分によってそのね非侵害利益が害される対応が深刻であれば深刻であるほどですね、まあ、価値判断としては避けた通り、まあ、法案で勝てるかどうかは別として、せめて取消訴訟の入り口から開いてあげてもいいんじゃないかみたいな感じになってくるので、原告さんが主張しているような非侵害利益がですね法律上保護された利益になるんだみたいなことが、ね、言いやすくなるという話になります。でその上で日本の最高裁はですね、その今 の枠組みを踏まえた上で最終的にね結構しっかりとした二次規範を立てるんですよ。行草9条2項の先ほどの考慮要素を踏まえて事案をちょっと抽象的に分析
した後にですね、どの範囲の人に原告手形が認められるのかということを結構明確に規範を立てて、そこから具体的にじゃあ山田さんがどうなのか斉藤さんがどうなのかということで具体的に登場する原告さんがね原告手形があるかということは見ていきます。でそのねどの範囲のものがに認められるかって、そういう話が20ページのところで、20ページの私のレジュメの20ページの3行目でちょっと線引いてあるところがありますよね。原告が主張する利益につきどの範囲のものに原告適格が認められるかって話なんですけど、でこの私のレジュメの20ページの一番下に平成28年の司法試験の取材の主の抜粋があるんですが、こちらをご覧ください。これが参考になりますね。20ページの、ね、一番下、平成28年司法試験の取材の主の抜粋なんですけど、まあ、事案は気にしないでください。法律論の、ね、観点からちょっと見てほしいんですけど、設問1については行政処分の名当人以外の第三者の原告手形が問題となると。で行政事件訴訟法9条2項とで最高裁判所の判例を踏まえて判断枠組みを提示ということ でこのまさに最高裁の判断枠組み踏まえるっていうのは私が今喋ったことなんですよ。ちゃんとね二次規範を立ててるの、明確にどの範囲の人に原告手形が認められるのかとね、ちゃんと二次規範立ててから最後じゃ具体的な原告さんね、その山田さんがじゃあそれに当たるのかとか、斉藤さんがそれに当たるのか、鈴木さんがそれに当たるのかって形でやってるんですよ。だから第三者の原告手形で9条2項を使うケースで満点取ろうと思ったらこういう形でやっていかなければいけないということになりますね。でこのねここのところの参考になる判例としては20ページの一番上の1個目のブロックの2段落目になるんですけど、これ有名な小田急事件です。行政事件訴訟法が平成16年に大改正されまして、その大改正の際にですね、その原告手形の判断枠組み、まあ、今でいうところの行訴法の9条2項をですねまあ、つけたんですけども、あれが制定されてから初の最高裁判例なんで、これとても大事な判例なんですよね。でそこでちょっとご紹介するとね、こういう二次元が立ててました。一例を挙げるとってことで、小田急、事件の最高裁大法廷判決は行訴法9条1項2項を第一的な規範として、でその2項が要求するほら先ほどの考慮要素ね、あれをまあ考慮した上 で都市計画事業、これが今回の処分なんですけど、都市計画事業の事業地の、周辺に居住する住民のうちね、当該事業が実施されることによりね、この事業許可が今回この事業の認可が今回の処分だったんですけど、その事業が実施されることによりで、これ非侵害利益、原告さんが主張してた非侵害利益太字にしておきました。騒音振動と要は鉄道、今まで地べた走ってた鉄道を高架化する事業を、ね、その認可したっていう処分の周辺住民の取り消し訴訟だったんですけど、でそこで騒音振動等による健康または生活環境にかかる著しい被害を直接的に受ける恐れがあるもの、ね、にその認可の取り消し訴訟の現行手形が認められるっていう規範を立ててからで、じゃあ具体的にじゃあ山田さんがどうなのか、斉藤さんがどうなのか、鈴木さんがどうなのかってことでやってるんですよ。だから基本的に最高裁ってちゃんとこの二次規範をね立てるんですね。だから、まあ、第三者の原告手形で特に9条2項適用されるケースで満点取ろうと思ったら、ちゃんとこう規範を立てるっていうことね、最高裁の判断枠組みを踏まえて、まあ、規範を立てるってことが大事だと思います。で特にですね9条2項のさっき言ったとおりね、丸二の要素、あそこがすごく大事なんですよ。処分の根拠に法規に違反して処分がされたらどんな利益がどんな対応で害されるのかってところしっかり見ていかなければいけないんですけど、でそこのところをちょっとピンポイントで小田急事件でご紹介したいと思ってます。今日あとね10分ぐらいなんですけど、全体的に雑な説明をしても多分おそらく皆さんのプラスにはならないので、ちょっと全ての論点をお話はもうできないと思うんですけどね。でもまあ今後の試験の役に立つと思いますので、ちょっと小田急事件のそのまさにピンポイント、処分の根拠に法規に違反して処分がされたらどんなね、利益がどんな対応で害されるのか、でそこのところの分析を踏まえて、そこで二次規範を立てる過程のところをちょっと分かってほしいんです。でそこでですね、私のレジュメのですねちょっとページ飛ぶんですが、24ページを見てください。24ページ縦3カッコ1ね、都市計画事業認可小田急事件というところなんですが、で25ページからそのちょっとね事案の概要とか判詞のちょっとピンポイント概要、ピンポイント抜粋をしています。でそのまさにね、そのさっきの丸2カッコ丸2の、ところの判詞は、ちょっとページが飛びますが、26ページのね26ページの一番最後の段落、ここからがそのまさにさっきの丸2のね、カッコ丸2の判断しているところなんですよ。でこれまだ規範立ててる段階なんで、二次規範立ててる段階、つまり規範立ててる段階なんで、最終的な具体的な事情は絶対入れちゃいけません。これ行政法に限らず全ての科目に共通してますね。規範立てて、そのね立てた規範に具体的な事実を当てはめて結論を出すっていう法的三段論法って言いますけど、これ今規範立ててるところでね、規範立てるところで具体的な事実を見ちゃいけません。具体的な事実をちょっと抽象化しないといけないのね、規範立てるときはね。あ
ちなみに論文書くのに慣れてない人だからそこがごちゃごちゃになっちゃうんだよね。規範立ててるところでもなんか具体的な事案入れちゃってさ、で当て目のところでも具体的な事案入れちゃってるんだけど、これって法的三段論法できてないことになっちゃうからね。でこれ今規範立ててるところだから、最終的にじゃあ山田さんがどうだとか斉藤さんがどうだとかそういうことは一切やっちゃいけないわけね。ちょっと抽象化します、その非侵害利益をね。でそこで、このね26ページの一番最後の段落、まあ、下から3行目ですが、括弧 都市計画法、これ処分の根拠放棄です。都市計画法またはその関係法令に違反してした違法な都市計画の決定変更を基礎として都市計画事業の認可がされた場合、そのような事業に起因する騒音振動等による被害を直接的に受けるのは、これ直接でねちょっと二次規範にあの後で生きてきますね、直接っていうところでね、あちょっとねこれ口で聞いてくれればいいです。あの第三者の原告的は適格はなるべく広く認めてあげたいっていうまず要請がある、んですよ。門前払いをするんじゃなくてね、本案で勝てるかどうかはほら話別じゃないです か。せめてさ本案にこう本案の判断を受ける道は開いてあげたいっていうのがあって、でそのために行政事件訴訟法を平成15年に大改正して、でそこで今の9条2項の枠組みをちゃんと明示したんですよ。裁判官がしっかり判断できるようにね、その従来の判例法理をちゃんと明文化したっていう経緯があります。ただ反面ですね、まあ、ちょっと例えばさっきの小田急の事件でいうとさ、あ、まあ、例えばちょっとこう電車が通ってる音とか、あのその工事をしてる時の音がちょっと聞こえるってだけで、その人に原告規約認めちゃうと裁判所がパンクしちゃうんだよね。あの結局のところ真に審理が必要な事件 の処理ができなくなっちゃうので、だから原告規約をまず広げるっていうのがまず第一原則なんですけど、反面無制限に認めるっていうのもこれ妥当な結論にはならないので、ある程度絞り込みが必要になってくるって話なんですよ。でその絞り込みをしてます今、この直接的とかあと著しい被害とかね、直接的に著しい被害を受ける人に原告規約を認めるって形で、その騒音とか振動に関してね、直接的に著しい被害を受ける人に原告規約が認めるって形で、その最後の絞り込みを今ここでしてるんですね。まあ、そういうことでもう一回26ページの括弧 A のとこですが、都市計画法やその関係法令に違反してね、で2行目その事業認可された場合、そのような事業に起因する騒音振動等による被害を直接的に受けるのは事業地の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ、でその次のページでその被害はね27ページの1行目の程度は、居住地が事業地に近接するにつき月増大するんだと。でその後ねいろいろこう書いてあって、でその今のね27ページの上から6行目ぐらいですかね、著しい被害ってところちょっと太字にしてるんですけど、ここでもまたちょっと絞り込みかけようとしてますね。だから単にちょっと騒音がであの電車が通る音とかさ工事の音が聞こえるってだけであの原告規約を認めてるわけじゃなくて、やっぱりそういった騒音振動等によりこういった直接的な被害著しい被害受ける人に原告適格が認められるんだみたいな、まあ、そういった逆にそこまで絞り込んだ利益がまさにその法律上法に値するだけのね、原告適格を認めるに正当化されるだけの法律上保護された利益に当たるんだみたいな、そんな感じのニュアンスなんですよね。で最終的に二次規範を立ててるのが括弧のところになります。括弧の、ところね、ちょっと繊維である動画だけ読んでいきましょうか。都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨目的、これら規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容性質を考慮すれば、同法はで、あと繊維であると飛ばしてね、太字のところです、騒音振動等によって健康または生活環境に関わる著しい被害を直接的で、ほら2つの絞り込み入ってるでしょ。その手前のところでだからちゃんとね、あのジャブを入れてるんですよ。著しいとか直接的っていう言葉いきなりここで初めて出してるんじゃなくて、ちゃんとその手前のところの論述を生かして二次規範を立ててるんですね。まあ、ということで著しい被害を直接的に受ける恐れがある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとして、する趣旨を含むんだってことね。だからちょっと絞り込みをかけてますね。ちょっと音が聞こえるってだけで原告認めちゃうとね、原告手が認めちゃうとさすがに裁判所もパンクしちゃってね、真に必要な事件の処理ができなくなるんで、やっぱり不当の結果になっちゃうんでね、まあ、そこでちょっと絞り込みをかけてます。でこのあと都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、あこれが二次規範の結論部分、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音振動等による健康または生活環境にかかる著しい被害を直接的に受ける恐れがあるものね、でこの人たちに原告手が認められるみたいにやってます。だから第三者の原告手で満点取りたかったらこんな感じなんですよ。特にあの丸いのところの分析ね、あそこで用法性をしっかりこう論じて、でそこでもう用法性高いってことは十分言えればね、処分によって誤解される、まあ、対応もすごく、深刻なんだってことは言えば、まあ、原告さんが主張しているような非侵害利益がこうやってね法律上保護された利益に当たるんだってことでね、でこの絞り込みかけて規範立てるという感じでやるといいと思いますね。じゃあちょっとねもう残りの時間があと数分なんで、あとはじゃあちょっと要点だけ私のねこのレジュメちょっと遡って手前の方に戻っていただきまして、これ後でねいろいろちょっとメモを今日してるんですが、これ後でねこれ清書して授業が終わったらもうすぐ清書して、後で後日あのなるべく早くあのウェブアップもあのレックの方にお願いするんでね上げといてもらおうと思うんですが、ちょっとね要点だけちょっとお話します。例えばあれかな6ページ
あ、その前にあるか、4ページのところでさ、ちょっと処分の根拠放棄で、あの非侵害利益をこうやって読み取っていけ、あのいければいいんじゃないかということで、私の案ですね、4ページの、ところに農地法の条文があるんですけど、この5条が今回の処分の根拠放棄なんですよ。転用許可処分の、ね、根拠規定になるんで、ここから先ほどの2つの原告さんが言ってる非侵害利益を読み取っていくことになってきます。でそこで見ていきますと、この5条を見てください。5条、農地を農地以外のものにするため、これらの土地について第3条1項本文に掲げる権利を設定で、今回に賃借権、あの建築業者の C さんにあの賃借権をあの与えるってことでね、賃借権設定してるんですけど、まあ、いずれにしろそういった、権利を設定する場合は都道府県知事等の許可を受けなければならないと。で2項も、ね、許可要件が書かれてまして、処分の根拠放棄って基本的にその処分要件定めてるあの規定なんですよ。ピンポイント的に言うとね、ピンポイント的に言うと、その行草9条2項のところの処分の根拠放棄の、まあ、文言だけじゃなく趣旨目的とかってあの言ってるのは、まさにその処分の根拠放棄を定めてるピンポイントの条文を見ていきます。でそのピンポイントの条文を読むと、ちゃんとね、あの非侵害利益、あの対立利益がちゃんとそこのところにあの入ってるような形になってるはずなんで、まあ、そこでその判断ができます。でそこでこう見るとね、5条2項、全項の許可は次の各号のいずれかに該当する場合にはすることが、まあ、できないと。でどうかな、で今回ほらあの、まあ、なんか洪水になるかもしれないみたいな、あのほら住宅、自分が住んでる家に水が来るかもしれないことをあの言ってるから、まあ、生活上の利益、あるいはまあ場合によってはその、ね、水害もあまりあの程度が高いとね、あの生命身体にはこう、ね、あの安全害される形になると思うんで、そういったまず利益が読み取れるのかどうか。あとは農業の利益ですよね。あの本県畑で X さんの、あの根菜で生計営んでる人ですから、まあ、そういった利益が読み取れるかって話なんですけど、でどうかな、これよ、あの、ね、この2項の4号でこういう時に許可しちゃいけないってなってるから、逆に言うと保護されるべき利益がここに入ってる可能性高いんですよ。この不許可事由っていうのは、その処分によって害される対立利益を守るためにあることがあの多いので、まあ、そういうことでこの不許可事由の4号を見ます。5条2項4号ね。そうすると申請にかかる農地を農地以外のものにすることにより、でこういう時に許可できないって話なんだけど、土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させる恐れがあると認められる場合で、どうかな、これ結構抽象的な文言なので、でもあの先ほどの判例の枠組みはさ、9条その処分の根拠の文言だけじゃなくて、その趣旨目的も踏まえてこれ解釈することを義務付けてますから、最高裁の判断枠組みからするとね。だからこのまさにさ、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させる恐れがあると認められる場合っていうことでさ、ここから先ほどのちょっとメモしといたんだけどね、このちょっと青い字のところかな、土砂流出等から生命身体の安全を確保する利益や、あと農業の利益はね、はっきり読み取れそうなところがあります。この今の4号に戻ってもらって、この太字のところですね、周辺の農地にかかる営農条件に支障を生ずる恐れがあると認められる場合ね、こういう時には転用許可しちゃいけないんだけど、ここは多分ね、あの農業を営む利益読み取れると思うんですよ。で丸一の審査の時、さっきの括弧丸一ね、処分の根拠義の文言だけじゃなく趣旨目的ね、まず踏まえて原告さんが主張するような非侵害利益をまずそこから読み取ることができるかって話なんですけど、で本格的な審査しないでくださいって言いましたよね。ここで切っちゃいけないの、これなるべくこう認めてあげる方向でやって、本格的な審査はさっきの括弧丸のところでやるからね。なので軽い審査であの行く丸一の観点からしたら、多分ね、農業を営む利益は多分その丸一の審査すぐ通せると思いますが、あのその今のね、その土砂流出等から生命身体安全確保する利益、あるいはその居住する利益ね、住宅に居住する利益、まあ、そこが読み取るかっていうのはちょっと説明が必要になってくると思います。この文言のちょっとね、あのちょっと抽象的すぎるから、まあ、そこのところから読み取れるかどうかことができるかどうかね。ただ実際さ、やっぱりそのね、農業、あの農地を農地じゃないものに転用してさ、でこういう土砂との災害が起こるときはやっぱ転用しちゃいけないって、転用許可処分しちゃいけないって話になってるから、まあおそらくね、その生命身体の安全とかその居住の利益っていうのは読み取る方向で考えなければいけないんじゃないかと思うんですよね、ここのところの解釈上ね。で丸一で全て決まるわけじゃありませんから、まあ、実績にはそのじゃあこれでこういった規定に違反して処分がされたとしまったらね、そういった原告さんが言ってるような非侵害利益がじゃあどれぐらい要そのどれぐらいの対応で害されるのかとかさ、要望性がどれぐらいなのかってことで、まあ、やってきます。 あとそうだ、今日言うの忘れちゃったんですけど、今回の予備試験の問題、すべての設問が原告さんの X さんの立場で主張すべき立論を求めてますので、だから結論は X さんにもう有利な結論にしてください。司法試験と予備試験を全体的に見ていきますと、行政法ってねすごく面白くて、設問がね、あの誰か特定の立場でやっぱこう立論することを求めるケースがあるんですけど、それが原告さんの立場であったり、逆にあの被告の公権力側の立場でね、その主張すべき内容を立論させることが求められたり、場合によってはその裁判所の立場でね、中立的な立場で、その最終的にはこの処分が違法なのか適法なのか、あるいは原告不適格が認められるのかということは聞くような問題がありますので、これ毎年必ずあの行政法の問題、あの
解くときは設問の形式がどうなっているのか、誰の立場からの主張の立論が今回求められるか求められているのかということをまず確認してもらいたいと思いますね。今回だからちょっと変わってるんだけど、全部 X さんの立場なんでね、まあ、年度によってはさ、設問が複数だったら、ある設問は X さん原告の立場 で別の設問はこう今度被告側の立場でとかさ、そういうこともあるんですけど、今回はね、全ての設問が X さん側の立場からのその主張立論をすることが求められておりましたね。で、結論としてはやっぱ原告って肯定しかないといけないからだから私がさっき喋ったような感じで、農地法の5条の、まあ、2項の、ね、4号からなんとか原告さんが、まあ、2つの非侵害利益を主張してますので、それをまずさっきの行草9条2項の適用上 の過去の丸1のところね、処分の根拠法の文言だけじゃなくて、その趣旨目的をですね、まあ、見て原告さんが主張しているような非侵害利益がまず読み取れるかどうかで、まず読み取ってあげてください。で、あとはその価値判断を入れてね、丸2の功労性ですけど、仮に処分の根拠法規に違反して、じゃあ今回の転用許可処分がされたら、どんな利益がどんな対応で害されるのかということ で、そこでは X さんの非侵害利益の要法性が高いってことの評価を入れ、そして非常に深刻な対応で害されるんだということの評価をまあ入れればね、であればもうせめてね、法案で勝てるかどうかは別として、取消訴訟の入り口ぐらいは開いてあげてもいいんじゃないかという気持ちになると思いますので、であれば、まあ、原告さんが主張しているような非侵害利益はね、一般公益に吸収解消されるにとどまらず、個々人の個別的利益として保護する主張、処分の根拠が含んでるんですよみたいな感じで言って、まずね、保護する方向でまず書きますね。ただ満点取ろうと思ったら、この続きに文章を続けて、さっきの小田急事件なんかの踏まえてね、ちょっとこう絞り込みをかけるって感じかな。で、そういったその、まあ、被害が直接的に、まあ、著しい被害をね、直接的に受ける人に原告適格が認められるみたいな感じでやってもらえれば、で今回どうせそういうちょっと絞り込みの厳しい規範を立てても、 X さん保護されるの立場にいると思うから、もう自分の土地で水浸しになっちゃって、もう根菜の栽培できないって話だから、根菜ができないって話ですから、まあ、当然その直接的な著しい被害を直接的に受けるような人になっちゃってますので、まあ、絞り込みかけた原告適格の規範を立てたとしても、 X さん保護する結論として、ね、当てはめのレベルのところで X さんが保護されるっていうところは大丈夫だと思いますね。じゃあちょっと今回原告適格のところだけ中心にしてしまったんですけども、いろいろこのメモとをしているのね、授業が終わったらもう早速本日ですね、ちょっとこういろいろ清書をいたしまして、で後日もうなるべく早いうちにね、私のレジュメ自体はもう今日今晩中にできてしまいますけれども、ウェブアップをしたいと思いますので、じゃあそんな感じで、ね、ちょっと全部の説問を説明できなかったんですけれども、一応今後皆さんのね、こう試験に役に立つそうな、まあ、思考法をちょっと身につけるって観点からね、まあ、大事なことをお話しさせていただきました。じゃあどうもすみません、時間過ぎてしまいましたけれども、今後のね、復習をしっかり頑張っていただければと思います。どうもお疲れ様でした。